盛り付けまーす。盛り付けまーす。お待ち。これが何かってサーモン。お客様帰ってきた。違う、お客様待ってください。それ違う。おい、料理ポイントプラス4もらえたんだけど何の冗談だもう、もう俺もう働きたくないよ。ねゲームの中働かないといけないの。おい掃除しとけ。昨日のまんまじゃねえか。料理はスキップでそういうことかい。おいこんなことやってんだけど、ふざけんな。バーン、超簡単。こんなミスりようがないの来たな。チキンブイヨン、塩、黒胡椒、はい、液体。チキンブイヨンって何？あったチキンブイヨンあんじゃん。なんか赤だと思ってたわ。これ買うでしょ。まずこれ使います。塩12。昨日の足すか。オッケー、塩コショウは用意できた。カイエンペッパー、トマト、玉ねぎ。カイエンペッパーとは何たるやん。あったね。カイエンペッパーでしょ。辛いんかこれって。あー、トマト960。はい了解。ごめん、これは最悪だぞこれ。これまとめてできないのこのゲームね。まとめてできないのこのゲームは。とりあえずもう出しちゃおう。よし、足りんだろこれで。あ、玉ねぎが足りてねえわ。玉ねぎ、玉ねぎ120。これ1個でいいんだ。で昨日の鍋ちょっと洗ってねえけど我慢しろな。そこは、いや、トマトは栄養が一番皮にあるんだよね。リコピンさん、あ、960。まあいいか、多めに作ろう。塩12、胡椒12。はい、了解。いい料理をちょっと一回でも作ってみたいな。ちゃんと作ろう、これは。OK。カイエンペッパーが、6g。で、星5を見たい。せっかくやるんだったら。で、玉ねぎ。玉ねぎはさすがにでも、出汁を取るのって、なんかそのまま入ってんの見たことあんな。ラーメンとかあるよね。これ多分、これ最終的に玉ねぎは取るべ。で、チキンブイヨン700と。さっぺ！完璧。で、なんだ？あ、もう全部入れたくない？全部入れたな。で、60秒、茹でる。で、ちょっと混ぜるか、さすがに。さすがにちょっと混ぜよう。待てよ。あー、なるほど。あー、なるほど。OK。了解。こうして、ん？こうして、で、こうして。取れねえとかふざけやがって。ああもうふざけんな。俺今回はガチで作りたかったのに、またトングの世話になる場面になっちゃった。俺もうトングの世話になりたくねえよ。どんだけ活躍してたトング。トングの挙動がおかしい。おい、もうギリ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 料理ってイライラする。絶対一人暮らししても1000。あれさ、分かった。俺分かったわ、マジで。ガチで分かった。
ね若干冷えてんだよな、1個これでまぶす。でもこれ冷えてる、ほら冷えてるじゃん。いいんだよ、1回切ればいいんだよ。ほら冷えてる冷えてる。やっぱりな、やっぱりな。いやほんとわかんないんだよこういうのって。飲食店でこういうことしてるかもね、俺たちが食ってる店。え、キンブヨンさん、おい、またちょっと待って、赤字になっちゃうよ。赤字になっちゃう。俺昨日昨日とんでもなく赤字だったのに。オッケー、このままだ、このままこのままこのまま、オッケー。でチキンブイヨントマト40秒、まただデジャブを感じる。怖い怖いな。ちょっと横練習するね。ここの動作がむずすぎるって。こうでしょ、高さ合わせる、回転で下に向ける、下に向ける、でこれで混ぜる、これで混ぜる。ああこれが、あこれが混ぜるものじゃないのか。お玉が、お玉で最初からやらしてや。んでお玉置いてねえんだよ。怖い、待って、繊細な、待って、かマウス感度が高い、マウス感度が高いぞ、繊細な。オッケーオッケーオッケー、完璧。もう中はちょっと見えてないけど、どうなってるのかわからない。かなり繊細なんだが、大丈夫かな、これ混ぜられてる。見せられないよ。どうなる。あー、これで混ざったんじゃねえか。何これ何で、サワークリームを加える。はい、液体でサワークリームを加えると。オッケー、これほんとうまそうだな。サワークリーム入れたら大体うまくなんだって。待って、何どんぐらいつってた。あ、こんぐらいだろ。味付けはちゃんと綺麗な場所でやろう。ここ汚すぎん。嘘でしょ。え、俺今ここで料理してた。俺これやったの、俺かな。まずい、これかなりまずい、これはかなりまずい、本当に危険すぎる。これね、なんかね、奥の方に行かないんだ、トングが。お、これな、これ投げてクリーンヒットさせるしかない。最悪。実はもうここにあるんだよ、トマトスープは。今回は本当に絶対成功させようね、スタミさん。マジこれはそろそろマジ。おい、鍋どこ行った、鍋。あ、このもうチキンブイヨンまだないね。絶対飲食店だけやらん。どんなに、どんな気分になってもこの録画を思い出して、俺は今後あの時飲食店をやんないんだと決めたんだったと振り返ろう。もうメニュー覚えてるもん俺、700だろこれ。オッケー、これが12。オッケー、玉ねぎを入れる。でトマトは、あー、もうめんどくさいな、そう持ってくるか、ちゃんと。もういいよ、もう準備はできた。オッケー、さて来たな。お玉を取る。
混ぜは、あ、茹でてから、あ、そういう順番的にね。あ、了解了解了解。ちょ、待つわ。行列ができてんだよ、外は。俺の料理を食いたくて。食わせろ！パパ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 ー！ほら、ボート溶かしてるんだけど。来たな、最大の 難関が来た。もう下は見えない、とりあえず入ってるな、これ。来た、完璧にもう捉えてる。18禁抜いて、なんかなんだこの映像、なんだこの映像。いやでも間違いなく捉えてるんだよね、感触があるもん。鍋の中にさ、いやこれ待って待って待って、どうしたらいい。あー、ちょっと待って、こぼれちゃう。容器がなすぎる。何、ミキサー。確かにめっちゃ頭良くない、俺の渾身の料理を。70ml 入ってるね。もうセンチュリースープ、これはトマトスープじゃない、凝縮された、もう最高峰の一杯。これちゃんと入ってんのか、これ。サワークリームになっちゃった。もうサワークリームもっと入れない。いやでも量的にごめんなさい、それできない。これぐらいちょうどいいわ、配合は。半分サワークリームになっちゃったよ。深皿に液体を盛ると。深皿ベーシック、よし、来たな、完全に来た。今日こそはマジで来た。やっとまともな料理を提供できるんだが。おい、マジか、大丈夫か。怖いな、ここ。あ、150、もうすっげえ。これなんぼすんだろう、このスープね。このスープなんぼ、センチュリースープ。最高の一杯を君にやるよ。ほら、待ってたんだろ、時間ちょうどだ。来た、やった初めて味見とソース代わり星がついた。お客さん満足してね。だってこれにありえなすぎる、チップも払ってんだけど。は、30ドルなんだが。注文が終わったぞ。ここ俺のキッチンか、本当に。記憶にないんだけど。よし、今回分かったことが一つだけある。飲食はやめよう。あんだけ大変ってのは伝わったと思う。